才能の見つけ方。こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は、一生もの自信が手に入る自己理解メソッド、世界一優しい才能の見つけ方について解説していきます。多くの人が大人になるまでに短所を指摘され続けて、自分には才能なんてないと自信を失っています。その結果、自分の欠点ばかりが気になり、それを克服することに必死になっています。しかし、短所の克服は今後一切必要ないです。短所を克服することが、あなたの人生がうまくいかない根本的な原因だからです。あなたがやるべきことは、自分の才能を見つけ出して生かすことだけです。それだけに集中してください。あなたの才能が見つかれば、自己肯定感が上がって、人間関係も良くなり、収入も上がり、人から尊敬されるなど、望んだ通りの人生を作り出すことができます。才能を見つけると、考え方や生き方、そして人生までもが劇的に変わります。才能を見つけたことで、本当の自分を肯定することができるからです。その結果、本当の自信がついて、自分の生き方に迷いがなくなります。才能は誰もが持っています。しかし、多くの人は才能について、漠然と選ばれた人だけが持っているもの、簡単には見つからないものと考えています。しかし、実は才能は一般的なものです。一般的なものだからこそ、日々の生活や仕事など、あらゆる場面で使うことができます。ほとんどの人は、自分の才能に気づいていないからこそ、気づいた時には自分の人生を大きく変えることができます。今回は、あなたの才能を見つけるためのアクションプランを解説します。この動画がためになった、参考になった人は、ぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、才能は当たり前にやっていることの中にある。あなたが当たり前にできることを、他人が当たり前にできるとは限らないです。あなたの当たり前と他人の当たり前は違います。しかし、気を抜くと、自分が当たり前にやっていることは、他人も当たり前にできると勘違いしてしまいます。逆に言えば、あなたが、これはみんなできるし大したことないと思っていることの中に、あなたの本当の才能があるかもしれないです。あなたの才能も、すでに当たり前にやっていることの中にあります。才能を外へ探しに行ってはいけないです。すでにやっていることが才能です。宝物は、すでにあなたの中にあります。2個目、動詞に注目すれば才能が見つかる。才能の特徴として、もう一つ覚えておいてほしいことがあります。それは、才能は動詞ってことです。以下の才能はどれも動詞です。慎重に進める、情報を集める、未来を考える、人と人をつなぐ、人の気持ちを考える。例えば、旅行が好きでも、旅行の何が楽しいのかは人それぞれ違います。旅行先で楽しかったことを写真で友達に伝えることが楽しい人がいます。その人は、何かの魅力を伝える才能を持っている可能性が高いです。また、計画を立てるのが楽しい人もいます。その人は、計画を立てる才能を持っているかもしれないです。さらに、新しい体験をするのが楽しい人もいます。その人は、新しいことに飛び込む才能を持っているかもしれないです。旅行の例えからも、伝える、立てる、飛び込むのように、才能が動詞で表されていることがわかります。つまり、あなたがついやってしまっている行動こそが才能です。3個目、才能は遺伝で 50% 決まる。行動遺伝学の研究によると、才能の約 50% が遺伝で決まります。そして、残りの半分は、育った環境で決まると言われています。そして、思春期を過ぎるまでは、才能は変わることがあるものの、年齢が上がるほど変わりづらくなると言われています。つまり、大人になってから自分の才能を変えようとしても変えづらいってことです。これを聞くと、もしかすると、自分の才能は変えられないのかというネガティブな気持ちになるかもしれないです。しかし、才能を変えるのが難しい事実は、ものすごく素晴らしいことです。なぜなら、自分のままで生きるしかないと諦めることができるからです。そして、この自分で生きるしかないと決まっている状況の方が、確実に幸せになります。才能はある程度決まっていて、今から変えることはできないです。しかし、才能の捉え方は変えられます。
才能の捉え方は全てあなたに委ねられています。自分の持っている才能のポジティブな点に目を向けてとことん使い倒してやろうと覚悟を決めた時に、人生を丸ごと受け入れて本当の自分で生き始めることができます。4個目、5つの質問に答える。質問を通じて才能を見つけることができます。質問は全部で5つあります。1つ目の質問、他人にイラッとすることはありますか？あなたが他人に対してイラッとすることを思い出してください。自分なら普通にできてしまうことができない人を見た時に、なんでこんなこともできないのとイラッとしてしまいます。このイラッとした時はあなたの才能を見つける大チャンスです。イラッとしたことの裏側には才能が必ず隠れています。他人にイラッとした時は他人のできないことを指摘するのではなく、その逆が自分の才能なんだと捉えましょう。それができれば人間関係が円滑に進むようになって人生が楽になります。2つ目の質問は、親や先生によく注意されたことは何ですか？人から注意されることはあなたの突き抜けているポイントです。目立っているからこそ注意されます。注意されるくらい自然とできる才能を見つけて、それを長所として発揮できる環境に移ることが大事です。あなたが注意されたことから才能を見つけたら、ここからの人生ではその才能を生かせる環境を選んでそこで生きてください。間違っても注意される環境で頑張り続けることはやめてください。3つ目の質問、やっちゃダメと禁止されると辛いことは何ですか？才能とはついやってしまうことです。自分にとってそれをやっている状態が自然で、やっていない状態は不自然です。無意識にやっているため禁止されてできない状態っていうのはとても苦しいです。ストレートに禁止されると辛いことを聞かれてもなかなか思いつかないかもしれないです。そんな人はこれまで息苦しかった環境は何か考えてみるのがおすすめです。それは自分のついやってしまうことが禁止されている環境であることが多いからです。この質問で見つかった禁止されると辛いくらいの才能を仕事にすると、仕事をしたいとかしたくないレベルではなく、仕事をついやってしまう状態になります。その時人生からモチベーションの問題は消えます。言い換えれば、今モチベーションが上がらずに困っているのであれば才能を活かせていないってことです。成功の秘訣はやる気を出すことではなく、やる気がなくてもできることを続けることです。そしてやる気がなくてもできることにはあなたの才能が関係しています。ぜひこの質問でそんな才能を見つけてください。4つ目の質問、あなたの短所をだからこそで言い換えるとどうなるか。短所と長所は表裏一体です。それなのにあなたの長所は何ですかと聞いても答えられる人は少なく、あなたの短所は何ですかと聞くとほとんどの人が答えられます。これには人間の本能が関係しています。人間はポジティブな情報よりもネガティブな情報に注意を向けやすい性質を持っています。なぜかというと、人間の脳は明日生きることで必死で、一歩間違えると死んでしまう狩猟採集時代に作られているため、危険なことやリスクなどのネガティブなことに注目する必要があったからです。ネガティブに注目する本能は現代でも変わっていないです。その本能を利用して見つけやすい短所から才能と長所を見つけてください。あなたの短所を一瞬で長所に変えてしまう魔法の言葉があります。それはだからこそという言葉です。例えば人見知りだから新しい友達がなかなかできないと考えていたとします。このだからをだからこそに言い換えてください。そうすると人見知りだからこそ大事な人とじっくりと向き合うことができるや、人見知りだからこそ一人でじっくりと考える時間を取ることができると長所に言い換えられます。この言葉を使えばどんな短所も例外なく長所に言い換えられます。とてもおすすめの方法です。5つ目の質問、他の人は嫌がるのに自分には楽しいと思えることは何か。仕事としてあまりに楽しくて遊びだと思えることを見つければ勝ったも同然です。多くの人は仕事とは苦痛が伴うものと思っています。しかし現実は正反対です。仕事とは遊びであって喜びが伴うものです。そういう感覚でできることの方が楽しくて結果も出ます。自分には遊びのように楽しいのに、周りからは仕事として受け止められることがあなたの才能です。
遊びのように楽しければ1日16時間週7日働いても苦にならないけど、苦痛が伴う仕事と感じる人は大変です。つまり誰もあなたには勝てないです。この質問で見つけた才能を仕事に生かすことができれば、早く仕事終わらないかなではなく、あっという間に時間が過ぎた、もっと働きたいと思うようになります。才能を見つけて生かすと、これまでの人生が何だったんだと思えるほど世界の見え方が変わります。5個目、3つの切り口で他人に聞く。才能を見つけるときに自分一人で見つけようとすると限界があります。それは自分の思い込みから抜け出せないからです。才能は自分にとって当たり前にできることのため、見つけたとしてもこれって誰でもできるよなと思ってしまいがちです。その限界を突破するために他人に聞いてみるという技術があります。自分にとっての当たり前が他人にとっては特別だと気づくため、第三者の力を借りてください。周りの人には明らかにそれはあなたの才能だと気づかれているのに、自分だけ気づいていないことは多々あります。周りの人から的確な意見を引き出すためには、次の3つの切り口で聞き出してください。1つ目、人から褒められて意外だったことは何か。1つ目の切り口では、新しく他人から聞き出すよりも過去の他人の言葉からあなたの才能のヒントを見つけてもらいます。才能を見つけるときに目を向けるべきものは自分の頑張りではなく他人からの感謝です。頑張っていないのに感謝されたことを考えて、そこから自然とやっていたことを考えてみてください。この切り口で見つけた頑張らなくても褒められることを仕事にすると、楽に成果が出て感謝されることが増えて、自己肯定感が上がり得られる報酬も増えます。ぜひあなたが育てていく才能の種として褒められたことを見つけ出しましょう。2つ目、私が他の人と違う点は何ですか。他の人と違っているところとは、良くも悪くも目立っているところです。その違いが今短所になっているか長所になっているか分かりませんが、人との違いには才能が関わっています。あなたが今いる環境で自分の才能が短所として出ている場合、なぜ人よりも劣っているのかと自己否定してしまうことがあるかもしれないです。しかし劣っているのではなく違っているだけです。その違いを長所として活かせる環境に身を置いて、成果の出せる強みにすればいいだけです。3つ目、私は何をしている時が楽しそうですか。才能を発揮している時、あなたの内側からはエネルギーがみなぎってきます。そのエネルギーは周囲の人から見た時にも明らかです。あなたは服を買う時、鏡を使って客観的に自分を見ると思います。それと一緒で、才能を見つける時も自分だけで判断することは難しいです。服を選ぶ時の鏡が自己理解をする時の他人です。才能を生かしている時は自然体すぎて気づいていないことが多いです。騙されたと思って、この切り口でぜひ周りの人に質問してみてください。多くの場合、驚くような答えが返ってきて、気づいていなかった才能に気づくことができます。紹介した5つの質問と3つの切り口は、他人の才能を見つけることにも活用できます。他人から自分の才能を教えてもらったら、お返しにその人の才能を見つける手伝いをしてあげてください。お互いが才能を伸ばし合える最高の関係をぜひ作ってください。6個目、長所を生かす2つの技術を実践する。才能を長所として生かすために、今の環境で仕事を転職に作り変えるか、環境を変えるかの2つの選択肢があります。気になるのは、どこからが環境を変えるべきラインなのかという疑問です。まず今の環境に居続けることで、自分はダメだという自己否定や体調やメンタルを崩しそうな予兆がある場合は、すぐに環境を変えてください。次にどんな仕事をしようかと考えるのも後回しで大丈夫です。なぜなら、才能が短所として出てしまう環境から距離を置いてからでないと冷静な判断ができないからです。体調やメンタルが大丈夫な場合は、今いる場所で才能を生かす方法はないか徹底的にもがいてください。なぜもがいた方がいいかというと、自分の才能への理解が深まるからです。うまくいかなかったとしても価値のある時間になります。
多くの人がもがくことをせずになんとなく嫌だという理由で環境を変えてしまいます。しかし環境を変えるのはギャンブルです。次に選んだ環境が自分に合うとは限らないです。ギャンブルを繰り返すのが癖になった結果、転職を探してさまようことになってしまいます。一方でもがき切った上でこれだから嫌だと意思を持って環境を変えれば、元の環境で過ごした時間は才能を生かすための貴重な判断材料となります。そして自分の才能が合わない環境だけでなく、自分の才能が生かせる環境がどんなものなのかもだんだんと分かってきます。その経験を積むごとに環境を選ぶことがうまくなって、右肩上がりの人生を歩むことができるようになります。次に説明する2つの技術をぜひ実践して、あなたの長所を最大限活かしてください。1つ目、まずはクラフト法です。クラフト法とは、目の前の仕事に才能を生かす工夫をすることで自分の転職に変えてしまう技術です。転職は与えられるものではなく作るものです。自分の長所が活かしやすい環境で、その活かし方を工夫することで、これが転職だと感じられるようになっていきます。そのためにはまず他人の成功を真似するのをやめることです。同じことをしてもやり方は人それぞれです。才能を見つけて、その才能の使い方を工夫しなければ成果は出ないです。もし出たとしても苦しくて続けられないです。ついやってしまうことをそのまんま表現すれば、成果が出ない時期も粘り強く続けることができます。あなたが今やっていることでも自分の才能の使い方を工夫することは必ずできます。次に、もっと自分の才能をうまく使う方法はないか考えることを癖にすれば、あなたの才能は長所としてどんどん活かせるようになっていきます。続いて2つ目、環境移動法。これは長所が輝く環境を再現性を持って手に入れる技術です。どうやって自分に合った環境を選べばいいのかわからない人は、うまくいった過去の共通点を探ってください。才能を長所として活かせた経験をいくつか思い返すことで、それに共通した環境を探します。長所として活かせた経験は2つ以上あれば大丈夫です。2つ以上の経験があれば、次の質問に答えることで、あなたの才能が長所として活かされる環境の条件が一発で見つかります。やっていたことの特徴は何か、その時周りにいた人は誰かです。例えばやっていたことの特徴が一人で黙々と取り組めることで、周りにいた人が尊敬できる人が周りに多くいたのであれば、同じような環境を求めることで、あなたの長所が最大限に活かされる可能性が高いです。ぜひ試してみてください。解説は以上です。今回解説したアクションプランを実行すれば、あなたも自分の強みで生きられるようになります。そして強みを活かせるようになって成果が出ると、あなたの元に多くの依頼が舞い込んでくるようになります。その時やってくるのは、あなたが才能を活かせる仕事だけではないです。しっかりと選別せずに仕事を受けていると、いつの間にか強みを育てる時間が減って、強みを見失い、あなたの強みは輝きを失ってしまいます。そうなればまた再度アクションプランを実践して才能を見直してください。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。